次は少し気持ちを落ち着かせてアニメコナンの映画より渡月橋です。ちょっとじゃないんですけどね、はい、ミュージカルワークショップ誰も知らないもう一つのオズの物語という舞台をやります。5月11日の金曜日19時30分からと5月12日土曜日の13時からと11時から合計3公演あります。場所は豊中市立ローズ文化ホールで行われます。よかったらぜひ見に来てください。あともう一つ、横山大輔ファミリーライブコンサートにヤングパフォーマーとして出演させていただけることになりました。4月14日土曜日の
11時からと15時から、4月15日日曜日の11時からと15時から合計4公演あります。これは場所は大阪城ホールで行われます。こっちはちょっとネットもいろいろあるんで、はい、ネットで調べてみてくれたらいろいろ出てくると思うんですけどね。はい、ちょっと自信なくなってきましたよ、はい、じゃあ次で最後の曲になります。もっとちょうだい。